シーメンス・シーメンスモビリティモジュラーメトロに、編成閉結時のオスロ地下鉄、MX3000 オスロ地下鉄車両内装モジュラー、メトロは、ドイツのシーメンスグループの輸送部門シーメンス、トランスポーテーションシステムズが開発した、都市高速鉄道向けの汎用コンセプトモデルによる、鉄道車両。2000年に、オーストリアのウィーン地下鉄新車投入に伴い、 主導したプロジェクトによって、もう、もうとも呼ばれているが、それ以前から、中国大陸以降、タイや台湾でほぼ同様のコンセプトによるものが採用されている。製品デザインは、同国ポルシェデザインが手掛けたことで知られている。2000年代にはドイツのみならず各国で採用が相次いだが、2010年代は、同社の後継モデルであるアンスピロシリーズが主流となっている。 モジュラーメトロは輸送力毎時2から6万人の路線に対応し、車体デザインは記述の通りポルシェデザインが担当。車端部、通路、屋根の空調から内装に至るまでモジュール化されている。動力車と付随車の複数の組み合わせパターンが可能で一両単位でも車両長17から25メートル、全幅2.6から3.2メートルの範囲でカスタマイズできる。車体は ステンレス光あるいはアルミニウムで構成され、正面があるいは、側面の3度の傾斜角が特徴。カキメルボルンと上海の案件を除き標準機、直流750ボルト、第三機乗方式が共通。シーメンスアドトランツの共同生産で1号専用に採用された。あとに3号専用車両のベースとなっている。2号線向けに AC02 型が24編成。 4号線向けには AC04 型が28編成を受注。このうち最初の2編成はオーストリアウィーンでの製造で、残りは中国で組み立て。広州と同じく河川電車線方式。いずれも初期は6両編成だったが、現在は8両化されている。共に台北都市運番南線に投入されている。341型は321型の後継車。 台北都市運動乗船延伸用に調達された。現地でタイプ V と呼ばれる新車に、プロトタイプとその後の量産型が採用され、モジュラーメトロシリーズとして確立した。メルボルンの近郊列車として投入されている。二ドアのオールクロスシート車で、架空電車線方式。ブルーライン用。無人運転仕様の二号専用の DT3 と無人。 有人運転量対応で運転室を備えた3号専用の DT3 回に大別される。高線、立花線に投入された。将来的には6両化に対応している。モジュラーメトロは1993年にニュルンベルク地下鉄で投入された先代の DT2 型の車体を進化させたもの。さらに、 DT には1960年代から製造されていたミュンヘン地下鉄の A 型を彷彿させるデザインを受け継いでいる。中国では、広州に投入されたものは1993年から投入されていた上海1号線の DC01 型がベースとなっている。その後シーメンスはカブス電力記者との共同で現地化を進め、1998年から1号線用に AC01 型が投入された。ありがとうございます。